はい、速稼塾の久保でございます。私がね、常々申し上げているのは、成功者ですとか資本家とか、それからね、既得権益者っていうのはものすごい協力する力があるんですよ。既得権益者同士で協力したりね、お金持ち同士で協力したりとか、成功者同士で協力するんですよね。そして行動が早いです。で、翻ってね、我々はどうでしょうか。我々は普通の人ですよね。既得権益でもないですし、大成功してるわけでも億万長者でもないです。私たちは普段誰かと協力することがありますかね。もちろんお勤め先で一つのプロジェクトとして職場で協力することはあるでしょう。でも職場を離れてお金にもならないし、気の合うか合わないかも分かんない、こういう人と協力するでしょうか。そして行動は早いでしょうか。こういうことを考えていると、成功者っていうのは、既得権益者っていうのはなるべくしてなったのかなと。やっぱりそれなりに一人一人と自分の人生をね、積み上げてなったんじゃないかなと思うんですよね。そこでですね、私は今日改めて申し上げたいんですけども、やっぱりね、我々は力なきものです。普通の人ですよ。でもね、やっぱり我々普通の人、力なきものでも誰かを応援することはできるんですよね。その応援の向く先が既得権益者とか資本家とか大金持ちを応援するっていうのもいいでしょう。でもどうでしょうか。お互い普通の人同士が応援し合ったりね、普通の人同士が励まし合ったりする、いわゆる協力するってことなんですけども、こういうことをしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。で、今回ですね、私の動画説明欄に一つね、動画をつけておきます。これは花屋龍馬さんの動画です。私は最近ね、この花屋龍馬さんの動画が大好きで、必ずアップロードされたら見るようにしてるんですよね。もうそういうことをしてかれこれね、2、3週間経つと思うんですけども、私が見出した時チャンネル登録者数は220名前後だったと思います。昨日見た時点では270名ぐらいかな。だからね、1ヶ月経たずに50人ぐらい増えてるんですよね。まあそれも一つの分析なんですけども、何が私のね、心を捉えるかっていうと、応援したくてしょうがないんですよ、この方のこと。で、私も動画の中でよく取り上げるんですけども、それを花屋龍馬さん自身見てくださってね、で、私の方に向けたちょっとね、動画も、動画の中に私の方に向けたメッセージも入れてくださってますでですね、昨日のアップロードされた動画、黒字に白のタイトルでチャンネル登録者数様へとシンプルに書いてました。私早速ね、見てみたんですけども、人を励ますことでね、やっぱ人の気持ち、感動を呼び起こすことができるんだなっていうふうなことをね、またね、学ばせていただいて、まあなんか私の宝物みたいな動画になりましたね、これはね。で、何が言いたいかっていうと、人が本気でやってることとかね、人がね、一生懸命伝えようとしてること、やろうとしてることを応援する人になれれば、その人とのつながりっていうのはものすごく強くなるんではないかなと思うんですよ。もちろん花屋龍馬さんという方は大有名人でもないですし、多分ですけども、大資本家でもないと思うんですよ。本当に普通の方、もしくはね、自己破産を経験されてるみたいなんで、かなりご苦労されたところもあると思います。で、まあマジシャンをしていたっていう風な形だったんですけども、まあ、本当にね、人生ってのは魔法みたいなもんで、まあ、どんな言葉をかけるかによってね、人って変わっていくんですよね。だから花屋龍馬さんを応援してくださいっていう、そのことだけではなくって、皆さんの身の回りにいる人ね、特に奥さんとか旦那さんとかお子さんとかお父さんお母さん、友達、上司の方、部下の方、とにかく怒りを向けたり不満を向けるんじゃなくて、応援してみるってことをしたらどうかなと思うんですよね。そうすると応援された人は自分のことをね、応援した人のことを嫌いになるでしょうか。多分いいつながりになると思うんですよ。まあつながりにならなくてもいいじゃないですか。自分が応援して、それで何の見返りもない、それで OK じゃないですか。もともと我々は見返りを期待して何かをやるってことをやってるから、うまくね、既得権益者とか権力者たちにやられちゃうんですよ。見返りを期待せずに、自分の心の赴く方向に応援を向けていく、エールを送っていくっていうのはいかがかなと思います。さあ、そして今日もう一個伝えたいことがあります。それはですね、私がもうビットコイン以上にね、暗号通貨の中で応援しているプロジェクト、それが ADA ですよね。カルダの ADA、 久しぶりに私の口からこの言葉出ましたよね。私のチャンネル登録者数のうち5000名ぐらいは暗号通貨 ADA にご関心のある方だと思うんですよ。私はですね、カルダの ADA の発信を最もしてきた YouTuber ではないかなと思うんですよね。そしてですね、このカルダの ADA の YouTube、久しぶりになんでこんな話をするかと言いますと、このね、カルダノを、実はね、当然ですけど、私より詳しくて、私より愛情を持ってる人がいるわけですよ。その方の意思を
バトンタッチしていただいて、私にね伝えてくださった翻訳 YouTuber の渡辺瑞香さんって方がいらっしゃるんですけども、渡辺瑞香さんがね、そのある方のエイダの発信すごいよということで私に伝えてくださいました。その体のエイダをねよく理解するためのサイトを作ってくださってるんですけども、そのサイトに加えて漫画をね、体のエイダを漫画で伝えたいという思いがあるそうなんで、すごくないですかと私の方に渡辺瑞香さんが伝えてくださったんですよ。私すごいなと、もうね1秒でですね、いやそんなプロジェクトがあるんだったら私が一番応援したいですよ。で送っていただいた文章を読んだらね、漫画を外注するんでちょっと費用がいるんだよってことだったんですよ。そういうことだったら出させてもらいますよということで、私もね即賛同ですよね。でプラスですね、皆さんにも寄付をしてくださいっていう呼びかけだけではないんですけど、もちろん寄付はねありがたいんですけども、その体の枝を漫画化するプロジェクトを紹介してくださっている渡辺瑞香さんの動画を説明欄につけておきますので、そちらの方もご覧いただきたいと思います。今日はね動画2つつけておきます。動画説明欄に1つは花屋龍馬さんね、この方の動画をつけておきます。人を応援すると、人が本気でやろうとしていることをね応援すると、人の心にアクセスすることができるとね。動画の後半で花屋龍馬さんはねもう言葉詰まって涙ぐんでらっしゃいます。それを見て私もね涙が荒れてそうになりましたよね。本当にね感動は感動を呼び起こすなと思いました。YouTube 素晴らしいなと思いました。そして花屋龍馬さん素晴らしいなと思いましたね。でもう一個動画をつけておきます。渡辺瑞香さんの動画でございます。こちらの動画の中では漫画家をね、熱望しておられる ADA の、解析者のゆうたさんだったですかね、ゆうたさんのことが語られてますので、こちらの動画もねご覧いただければ幸いでございます。さあそれでは本日は以上です。とにかくね、誰かを励ましていきましょう。誰かと協力していきましょう。そしてすぐに行動していきましょうということをね、今日のメッセージとさせていただきます。それでは失礼します。